言うか、いやそうなんですよって言うか、拾わないか拾わないか、今度ミッフィー展があるらしいんですよ。写真撮っていいですか、はい、最後に電池をしよ振り絞って撮らなくなったよ、はい、あ撮ります。席替えどうですか、本郷さんが聞いて、こっちか、金さんが、お疲れ様です。イレブンクリスタル、100の音を奏でるクリスタルタイム。毎週金曜日11時からの1時間はイレブンクリスタル。音楽がつなぐ言葉、ハート、絆。下町エレガント大使キリンがお届けするハートフルで魅力的な音楽と言葉の世界。例えばそれは男と女のすれ違い、わからないから知りたい、知ってほしい。時にはステージを変えて役割を交代してみたり、実は違うということは素敵なことの始まりかもしれませんよ。アシスタント右にはチームクリスタルの羊でマネージャーでボンボン音楽人さんルーディ。今日も資料片手に参上。はい、肩書き大名よよよさらっと入りましたね。はい、こちらでは羊と一人サポート代、こぼれたり拾いたりなければ参加、愛の手名人目指し奮闘中。クリスタル番組も増え、メンバーも増えてきました。楽しすぎて忙しい2015年クリスタルは加速拡大でございます。そして左に控えているのは立ち読み番長言い訳セバスチャン、チャチャ入り名人でありながら打たれ弱いアンバランスを武器に参上。立ち読み番長青影つぶきを、知識に容姿、ユーモアとセンス、ヨーロッパテイストも認知され、肩書きもついた。盛りだくさんな情報提供、斜め45度から物申す言い訳セバスチャン、一人フォロー隊として控えておりますので、ご要望があればどこへでも参上いたします。参上してくれクレイ、はい、クレイ珍しくね、原稿をカバンの中に入れっぱに今しましてね、今振り向いてすっごい急いで言おうかなと思ったんだけどいやなんかゆっくり振り向いてチーって開いてサラサラってこうやってえ、そうそうそう、ルーダーなんだこの流れは珍しくでしょ、珍しい流れでした、どうぞって言っちゃうよ、みたいなとりあえずあの肩書き大名だけは言えると思うんですけど、確かにあとはもうなかなか出てこない、アドリブみたいな感じでしょうね。意外と言えないんだよね。意外と言えないですよね。空では入らないですね、こういうのは。何回も言ってんのにね。そう、毎週言ってんのにね。ああ、だんだん限界が近い最近あれですよね、ため息から入るっていうオープニングからね始まるのかなっていう一回でもね、ここで盛り下がるような感じに見せかけてね、またね、走り出すから、あ、エンジンかかって、そう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 、あれですかね、もう最後の直線に入りましたみたいな。そうでしょ、夏でさ、これからお日様攻撃みたいな、あれでシューンとなっていく。あ、なるほどね。他の番組の人って言ってないの、暑いとか、うちだけオープニングでため息の人っていうのは他にいるんですか。どうなの。あんま言わない。あんま言わない。うちだけ。難しいですね。難しいな。みんな我慢強いのかな。私は正直なんだ。あ、そうですね。ね、はいはい、正直はいいことですね。え、何型？僕 A 型です。A 型？はい、B 型です。B 型って。B 型って。
蕎麦食べに行ったのにうどん屋に入って、はい、ラーメンあったらラーメン、あ、美味しそうって食べ、直前でメニュー変えますからね、はい、あ、やっぱり新潟でしょ。新潟蕎麦屋だったら蕎麦食べるでしょ。あ、もうもちろ ん、 なんか定番なものを食べないととかぐらいの感じですよね。なるほど。何型ですか。B 型で決まってる。見たらわかるじゃん。あんなやばなこと聞かないでくださいって便利でしたね、今。B ダブ。親二人 B。あ、B、B の B なんですか。あ、僕と一緒じゃないですか。喫水の。うち、あの、僕小さい頃6人家族だったんですけど、うん、ばあちゃんと親父、おふくろと兄貴2人の6人家族だったんですけど、はい、全員 B でした。すごい。それはそれで元家族、全部、はい、元旦も息子たちもみんな A で、ええ、私だけが B だから浮いてた。わけわかんないから、私にしてみたら、あんたたちがわかんないわね。息苦しい、息苦しい、息苦しい、もう居心地がいいですね。いい、この B の人たちがいい、ね、自由でね。あ、いいですね。さあ始めようかな。はい、小声で、はい、さあそれではクリスタルがお届けする音楽と言葉の世界をお楽しみください。これ P、 みんな P ですか。じゃあルーディさんが3分間のラブレター。日常の中にあるドラマは時には優しく、時には切なくて、言えなかった思い、聞いてほしい気持ち、同じ気持ち、知らなかった思い、自分のことは分からなくても誰かの話なら気づくこともあります。今日もどこかで聞いてくれるあなたへの3分間のラブレターです。はい、バトンを受け取りました。3分間のミュージックコネクション、高影金太郎でございます。今日もですね、ちょっと自分のですね、引き出しミュージックおもちゃ箱の中から、ちょっとですね、ミュージックおもちゃ箱の中からですね、コレクションから1曲ピックアップいたしました。ブラジルの奇才でございます。ここで流していいのかって感じですけれども、ちょっと聴いていただきましょう。エルメント・パスコアルでオ・ガロド・アイラン、どうぞ。人がコーナーやってる時にチーズってのやっぱり言われる。すごいウィスパーなんだ。待って、チーズだって現在こうこうなったんで、いいタイミングを狙えっていう。それもさ、小さな声でチーズ。じゃあ桃子さん入りますよ。多分電波で乗ってない。私の耳だけ。Ha ha ha!